はい、どうもこんにちは、ハルバード共和国です。今回は、恒例の購入品紹介をやっていきたいと思います。で、前回はね、6月のホットビールメインラインまでをやりましたので、今回は7月のホットビールメインラインまでの紹介をやっていきたいと思います。まずは6月7日トイザラスに行きまして、ホットビールを購入してきました。6月4日に発売されたラグジュアリーセダンですね。まあ非常に不人気なアソートでしたので、余裕でね、購入することができましたね。はい、まあ、個人的にはね、この黒のテスラなんかね、結構かっこよくて、はい、割とね、気に入ってますけどね。はい、で、もう一つのこちらなんですけれども、ちょっとね、びっくりなんですが、エラー品がありましたね。こちらが通常なんですけれども、タンポがね、もう何回も押されて、もう立体的になっちゃってるんですよね。で、なぜかね、下の方にもタンポが印刷されてるという、これまでにね、見たことないようなね、エラー品がありましたので、ちょっとね、ネタに購入してみました。ということで、ホットビールはね、6台購入しました。で、もう一つね、購入しました、こちらです。はい、スケボーのね、まあ、ミニカーのようなものなんですけれども、はい、フィンガーボードということで、指でね、滑らすミニスケートボードというね、まあ、トイザラスに普通に展開している、まあ、ミニカーのようなものなんですけれども、まあ、このね、シリーズは過去にね、一つだけ購入してまして、これでね、2個目になりますね。まあ、いろんなデザインがね、されていまして、これがね、結構かっこよかったので、購入してみましたね。はい、まあ、顔の部分にね、ネジが打ってあるので、ちょっとね、それが残念ではあるんですけれども、まあ、このようなね、デザインが、印刷されているというものになります。はい、トイザラスは以上ですね。続いてイオンの方に行きまして、少しね、購入してきました。まずはこちら、スーパースピードトミカの、8段目ですね、 GTR。 はい、まあ、こちらね、500円になってましたので、増車ですね。まあ、前回もね、500円になっていて1台買ったんですけれども、もう1台購入ということですね。はい、続いてはこちら、まあ、これもね、追加の購入なんですけれども、骨骨ザウルスのね、巨大なこのティラノサウルスですね。このシリーズもしかしたら再入荷してるんですかね。あの、一番人気のトリケラトプス、発売とね、ほぼ同時に結構買られてた印象なんですけど、最近また、見かける店舗増えていたりしますので、はい、まあ、これまではね、まあ、個人的にはね、まだティラノサウルスしか持ってないんですけれども、まあ、もしかしたら今後ね、トリケラトプスですとか、他のね、こちらの2つも購入するかもしれないですね。まあ、つなげるとね、このように、まあ、巨大な骨骨ザウルスになるということで、はい、史上最長ということでね。まあ、一応ね、これ、車輪があるんでミニカーということで、はい、ミニカー好きな人もね、いかがでしょうかという感じですかね。はい、で、イオンラストは、ウルトラマンのソフビということでね、こちら購入です。ウルトラマンデッカーのね、ソフビということで、これがね、初回版に限ってね、このカードがついてくるということで、はい、購入してみました。まあ、デッカー放送されたばかりですかね。で、まあ、前回のね、トリガーなんかも含めて、ちょっとね、最近のウルトラマンは全然見てはいないんですけれども、まあ、平成のね、3部作と言われる、まあ、TDG ですかね。まあ、それは本当にど真ん中の世代なので、はい、それをオマージュしているね、今のウルトラマンは結構ね、熱いなというふうに思っていたりしますね。まあ、個人的にはね、ガイアが一番好きなので、来年のね、ウルトラマンが早くもちょっと気になっていたりしますけどね。はい、で、もう一つね、購入したのがこちら、ゼアスですね。はい、まあ、これもその平成3部作とね、同時期に登場したウルトラマンということで、当時ね、ビデオで借りてめちゃめちゃ見てましたけどね。はい、まあ、これをね、この機会に購入した理由がこちらですね。ウルトラマンソフビシリーズのスペシャルカタログがもらえるということで、まあ、キャンペーンがありましたのでね、この2つを購入ということで、まあ、正直に言いますと、これね、もうすでに、持ってまして、2つ目になりますね。まあ、その時はね、ちょっと購入品紹介では紹介してなかったんですけれどもね。ということでね、イオンは以上になります。続いて9日ですね、バースデーに行きまして、ホットビールを1台購入してきました。こちら、
コックニーキャブ2ということで、発売日にね変えてなかった車種になります。バースデーでね変えてよかったなというふうに思います。はい、続いては16日ですね、トイザラスの方に行きまして2つほど購入してきました。まずはこちら、グリーンライトの、1954年フォード F100 ですね。はい、こちらのシリーズは、前回ね紹介した、こちらのねフォルクスワーゲンダブルキャブピックアップのシリーズですね。はい、発売からね日が経ってましたけれども、この機会に購入ということですね。はい、続いてはこちら、ナノブロックなんですけれども、こちらですね、リュウということで、まあ、英語名ではねドラゴンというふうになってるんですけれども、ナノブロックではねドラゴンも別に登場してまして、ね、そちらはね、以前ゲットしているんですけれども、今回はね、竜の方をゲットしました。はい、トイザラスでね、オリジナルの接着剤がついているということで、こちらがね、通常の価格より300円ほど安い2500円ぐらいでね、購入ということでね、グリーンライトとナノブロックの2つをね、こちらトイザラスで購入してきました。で、その後ね、イオンの方に行きまして、思いがけずこちらを購入しましたね。またウルトラマンのソフビなんですけど、こちらトリガーのね、トゥルースということで、まあ、一番強い、バージョンになるんですかね。こちらね塗装があまりにね綺麗だったんで、まあ、買うつもりはねこのタイミングで買うつもりはなかったんですけども、急遽ね購入という形になりましたね。はい、続いて18日トミカの日ですね。トミカとホットウィルの発売がありましたので、トイザラスに行きました。まずはこちら、初回特別発売記念仕様、無事購入ですね。それからロングトミカ、ガリガリ君フルトレーラーですね。これラス1でゲットです。はい、続いてはホットウィールプレミアムですね。プレミアムラインの YSP ポンティアックファイアバード、まあ、一番人気でしたかね。それからモントラもねちょっと一つ購入しました。バンズオブスチールですね。個人的にね注目していたこのハンバーガーのねモントラ、まあ、そんなに人気がなかったんでね無事買いましたね。続いては、トミカプレミアムの、アンリミテッド発売でしたね。こちら YSP の、R34GTR です。もう一つ発売ということで、こちら、バックトゥザフューチャーデロリアンですね。はい、続いてはホットウィル、もう一つ YSP ですね、F150 SVT ライトニング、これが2番人気でしたかね。はい、それからねラストなんですけれども、マッチボックスね購入ということで、まあ、これはねだいぶ前に登場した商品なんですけれども、ラス1になってましたんでねちょっと購入しました。まあ、おそらくね一つ買ってるとは思うんですけども、まあ、一応増車という感じで、これも500円でしたね。次にイオンに行きまして、こちらコルベットのね通常版も無事購入しました。でその次の日にねまた別のイオンに行きまして、こちらもね通常のトミカ、イスゼルフ、ミッキー&フレンズのトラックも無事購入という形になりました。続いて、25日ですね、ホットウィルとマッチボックスの発売ということでトイザラスの方に行ってきました。はい、まあ、今回のね目玉の一つだったセリカ、なかなかかっこいいですね。はい、マッチボックスもね結構買いましたね。はい、まあ、チェイスのねブロンコも無事ゲットできましたし、はい、こんな感じですね。それからこちらジュラシックワールドもね登場ということで、とりあえずティラノサウルスのねセット購入です。はい、でまあシリーズはねこの3種類、4種類ですね。はい、ということで個人的にはねこのケツアルコアトルスもね気になっていたりします。
もしかしたらね、ティラノサウルスもう一つ増車するかもしれないですね。まあ、結構ね、不人気なんで、まあ、いつでも買えるかなといったところです。はい。続いてはこちらですね。同じくマウンテンドリフターズ。はい。まあ、このね、イタ車が結構ね、まあ、話題というかね、なかなか面白い車種選択というか、なかなかミニカーでね、イタ車はないのでね。まあ、ただこのね、デザインが、なんとも言えない感じですけどね。はい。続いては、マッチボックス、こちらも増車という感じで。はい、こちらはですね、どちらにも運転席があるということで、どっちがね、前でどっちが後ろとか、わからないというような感じですね。面白いミニカーです。まあ、それからね、こちらは、個人的にはこちら、3バリ目ですかね、3色目のゲットということで、はい、まあ、いずれね、まあ、今後は自動運転の電気自動車の時代になっていくわけなんで、まあ、そのためのね、まあ、ジオラマ的な要素として結構ね、これは好きだったりします。まあ、誰もね、購入しないやつですけどね。続いては、ブラーゴもね、購入ということで、まあ、こちらは増車ですね、アキラ NSX、トミカプレゼンツのね、ブラーボとしては唯一のゴムタイヤの商品になります。それから、一応ですね、日本車をフィーチャーしたアソートは、それぞれね2台ずつ購入したいということで、はい、さらにね購入ということなんですけれども、こちらですね、スカイラインに関しては、Amazon でね1つ予約したんですけれども、もう1つね残念ながら店頭でゲットできなかったんで、ミニカーコレクターのねおじさんがいるんですけども、その方にねちょっとお願いすることになりましたね。はい、まあ、あとねマッチボックスのね、まあこちらチェイスのブロンコねでしたけれども、通常のブロンコと、あとはねサンバーありましたね、郵便局のサンバー、そちらに関してもねちょっと譲っていただくことになりました。はい、それからムービングパーツもね一つ購入ということで、こちらですね、レンジローバーということで、なかなか良さげですかね。マツダもですねちょっと買うかどうか迷ったんですけれども、まあ、カラーリング的にね、まあ、次にでもいいかなというふうに思いまして、今回はねスルーしましたね。ということで、25日のトイザラスは以上になります。続いて7月2日、ホットウィルの発売日ということで、トイザラスの方に行きました。開店5分前に到着しまして、14人中13番目という感じでしたね。でメインラインはね、2つ購入しました。まずはこちらポルシェ935ですね。非常にかっこいい、それなりに人気だったかなというふうに思います。はい、それからこちら、レインローライダーですね。前回ね、登場したものです。前回ね買えなかったんでね買えてよかったです。スーパーチャージャーがね動くギミックが搭載されてますね。はい、続いてはこちらプレミアムコレクターセットですね。まあ、おそらく、以前出たエキゾチックエンビーのね、ボックスになっているかなというふうに思います。ね、で、前回ね、登場したシロンがね、入ってるセットですね。まあ、一番人気はね、このアゲラ R だったかなというふうに思うんですけれども、個人的にはね、このスピードテールが出来が結構良くて、廉価版のね、ミニカー、まあ、ホットウィルとかトミカ、の中ではね、一番クオリティが高いかなというふうに思っております。はい、ということでね、この日のトイザラスは以上ですね。で次の日にまたトイザラスに行ってきまして、単品販売をね購入してきました。まずはこちら、GMC ハマー EV ということでね、ハマーの、EV 車ですね。続いては、ケーニグスグジェメーラということで、4人乗りのハイパーカーということでね、結構ね、なんかサメにもね、深海ザメにも似たような顔をしてますけどね。続いては、こちら、ホンダ N600 ホワイトですね。まあ、改造ベースにもね、使えるので、結構人気かなというふうに思います。それから、こちら、マツダ RX3 ということで。こちらもね、なかなか
かっこいいですね。で最後こちら、ブシドエアということでね、テスラに対抗する EV 車ということで、こちらもねジェメラと同じように内装がね非常に見やすくて近未来的なね車になってますね。はい、ということで、ホットウィールはね計7台購入という形になりました。で余談ということで、まあ、次回の動画のねネタバレ的な感じになっちゃうんですけれども、後日ねバースデーの方で、まあ、この辺りのね、車種ゲットできていたりしますね。はい、それからねトレジャーハントの金のアヒルに関してはミニカーコレクターのおじさんにね、譲っていただけるということになりましたので、ありがたいことにね結構今月は満足のいく結果になったかなというふうに思います。はい、ということで、7月に発売されたホットウィールのメインラインまでのね購入品紹介をやりました。で来月のホットウィールメインラインはですね、今回出た7月の車種がね結構重複していたりしますので、今月買えなくてもチャンスがあるという感じですかね。はい、ちなみにね K ファレーサーバスで買えたものなんですけど、ちょっとね担保が微妙だったりするんで、まあできればねもう1台欲しいかななんていうね欲望もあったりするんですけど、まあまあそんな感じでね来月も、ゲットできたらいいなというふうに思っております。ということで、今回は以上になります。チャンネル登録や高評価等よろしくお願いいたします。ではまた。